おはようございます。出席議員半数以上であります。これより議事日程第3号により本日の会議を開きます。日程1、市政一般質問について前日に引き続き市政一般質問を行います。35番吉原隆議員。おはようございます。創成自民の吉原隆です。D 社の明快なご答弁を期待いたします。まず松ヶ谷国際観光埠頭ツーバース化についてお尋ねをいたします。長崎港は鎖国時日本で唯一の海外への玄関口として海外の産業文化の受け入れに重要な役割を果たし、明治大正昭和の初め頃まで上海航路をはじめとしてオーストラリアやフィリピン、北米方面等との連絡線が寄港する歴史ある貿易港として発展してまいりました。昭和63年からは長崎県により長崎アーバンルネッサンス2001構想の主要プロジェクトとして内港整備事業が進められ、平成15年度に松ヶ谷埠頭および時和出島地区が完成をいたしました。いわゆる水辺の森公園の完成を見たのであります。出来栄えの素晴らしさと景観の向上に、私は長崎港の姿が一変したとの実感を強く持ったものでございました。平成23年以降、クルーズ客船が寄港する観光拠点になりました。平成22年54隻に始まり、平成29年267隻が寄港し、我が国第2位のクルーズ客船寄港地となったのでございます。増加の主な要因は、中国発着のクルーズ船が増加し、長崎を訪れた乗客の約8割が中国人でありました。中国では3、4日間のクルーズが人気で、短期間で海外に出て帰ってくる、いわゆる旅の寄港地として長崎を含む九州は最適地と思われているようでございます。これまでアジアがクルーズの空白地だったことを考えますと、今後も寄港が増える可能性が大きいと思います。なぜなら、国が発表しております明日の日本を支える観光ビジョンで、2020年における訪日クルーズ船の目標値を500万人と示しているからでございます。クルーズ船の寄港は外国人観光客の消費で潤うため、本市経済にとって重要であると思います。市といたしましては、九州新幹線長崎ルートの完成と合わせて、長崎港と長崎駅を海と陸の玄関口として発展させることで、中心市街地の活性化につなげていきたいと考えているところでございます。しかし、既存の港の施設では十分な対応ができないことから、松ヶ谷埠頭の岸壁の延伸、すなわち大型船が2隻同時に停泊できる、いわゆる730メートルの連続バース、すなわち現在の1バース目410メートルプラス2バース目320メートルの730メートルの2バース化の早期実現が必要だと考えるわけでございます。過去にも私は2バース化の必要性を求めてまいりました。平成29年9月議会での一般質問でございます。今回さらにその必要性を強く感じ質問をいたしたところでございます。
先ほど申し上げましたように、港湾、いわゆる県が港を管理をいたしております。県はクルーズ船増加対策として、水辺の森公園の出島岸壁にクルーズ船停泊回数を増やす方針でございます。クルーズ船機構の増加が続けば、数十回の規模の停泊も考えると述べられております。しかし、松林島はすでに限界を超えております。ここ数年、15万トン級まで寄港できる松林ふ頭と7万トン級まで寄港できる水辺の森出島岸壁に停泊できる受け入れ能力を超える、いわゆる寄港を希望するクルーズ船の実態があるのであります。クルーズ船の大型化とクルーズ需要の増大により、近年は寄港要請に応えることができない席数が200席を超える状態が続いており、本市への経済波及効果の損失は大きいものがあります。今後も増大が見込まれるクルーズ船寄港需要に対しての対応が急務だと考えるのでございます。長崎港には他の港にはない特色がございます。ランドマークの女神大橋は桁下が65メートルであり、大型クルーズ船も通過可能でございます。松林ふ頭は観光地、中心市街地に隣接した好立地にあります。さらに港周辺には世界遺産登録の施設があり、重要度が増しているわけでございます。長崎港はそういう意味において最もクルーズ船が似合う港だと言えると思います。ふ頭の出島岸壁のツーバース化は国の直轄事業でございます。港は何度も申し上げますように管理する県に主体性があるとはいえ、県市が連携を密にして長崎の海の玄関口として急増するクルーズ船を安心して受け入れるためにツーバース化はどうしても必要だと思います。この事業に対する県本市の見通しと課題をお示しいただきたい。次にスポーツツーリズムと本市の活性化についてお尋ねをいたします。スポーツツーリズムとはスポーツを見に行くための旅行およびそれに伴う周辺観光やスポーツを支える人々の交流などスポーツに関するさまざまな旅行のことを指すと言われております。スポーツ観戦やスポーツイベントへの参加などスポーツを主な目的とする観光旅行、スポーツと観光を融合させた旅行スタイルの普及を通して国内の観光客はもちろん訪日外国人、いわゆるインバウンドの拡大を図ることが期待されるのであります。またスポーツ関連施設を生かしたまちづくりの推進も欠かせないと考えます。関連施設の収益やスポーツツーリズムを含む周辺産業、用品販売などを合算した市場規模は大きいと思うのであります。スポーツツーリズムは単なるスポーツ観戦にとどまらず、それによる波及効果に対する期待を含んだ言葉と言えると思います。本市もスポーツツーリズムを通して新しい観光を作り出すことに力を入れるべきだと思います。まずは今年開催されるラグビーワールドカップについての本市の対応についてであります。ラグビーワールドカップとは4年に一度行われる15人制ラグビー世界王者決定戦となる大会でございます。今年9月20日から11月2日までの約7週間で行われ、冬季オリンピックサッカーの FIFA ワールドカップに次ぐ規模となる世界三大スポーツイベントの一つと言われております。この大会を成功させるためには約40万人と見込まれるラグビー観戦の訪日観光客、いわゆるインバウンドにどう日本ツーリズムの魅力を
アピールできるかが鍵だと言われております。この期間中、日本を訪れる多くの観光客として、ラグビー人気が高い英国、フランスと欧州やオーストラリア、ニュージーランドといったオセアニア、そしてアメリカ、カナダなど北米が予想されております。現在の訪日観光客の上位は中国や韓国などアジアの国々ですが、ラグビーを楽しむために訪れるこれらの国々の観光客の中には、初めて来日する人たちも多いはずであります。長崎の良さをアピールするチャンスだと思います。欧米など先進国の観光客は長期滞在型のツアーを好む傾向が強く、ショッピングよりも宿泊や移動のための交通費を使う傾向が強いと言われております。ラグビーファンには富裕層も多く、質の高い文化や自然体験の関心も期待されております。本州へのインバウンド観光をアジア中心から欧米などに多様化させることで、特定の国との間で問題が起きたときでも影響を少なくすることができるというリスク管理の観点も私は大事だと思います。今大会に参加したラグビーのサポーターの方々、特に長崎と友好関係にあるスコットランドの方々に、この機会にリピーターになってもらえるのと、また帰国後 PR していただければ、本市にとって大きなプラスになると思うのでございます。この大会は九州にとって地域経済の波及効果が期待できます。なぜなら熊本、福岡、大分の3カ所で試合が8試合開催されます。九州が一体となったインバウンド振興が私は必要だと思います。そこでお尋ねをいたします。九州は一つとして、各県が連携し、近隣県の観光支援を一体的に取り組んだ周遊観光商品の企画や開発プロモーションが展開されると聞き及んでおりますが、本市の対応をお示しいただきたい。特に本市はスコットランドチームの公認キャンプ地として、スコットランドサポーターの関心が高いと思われますが、本市独自のスコットランドへのプロモーションがなされているのかお尋ねをいたします。さらに先にも述べましたが、スポーツ関連施設を生かしたまちづくりの推進も欠かせないのでございます。関連施設の収益やスポーツストアを含む周辺産業、ユニフォームやグッズなどの関連商品販売などを合算した市場規模は大きいのでございます。先月31日に発表されました九州経済調査協会の2019年版九州経済白書によりますと、スポーツの成長産業化に焦点を当てておりまして、九州、沖縄のスポーツ産業の市場規模が2012年年間約6300億円でありましたが、2025年には年間1兆7000億に上ると推計し、特に九州が強みを持つ分野と位置づけたのが、これまで申し上げておるスポーツツーリズムでございます。その中でスタジアムやアリーナなどのスポーツ施設を中心とした街づくりにも注目をいたしております。特に本市の三菱狭山町工場跡地でジャパネットホールディングスが計画しているサッカースタジアム構想を先進的な取り組みと高く評価をいたしているのでございます。この施設はジャパネットによりますと、総合開発型スタジアムと位置づけ、2023年度完成予定と伺っております。
このプロジェクト基本構想の策定に、このプロジェクトの基本構想の策定にあたり、市民の観戦の利便性を高め、スタジアムの稼働率を高めるために、これまで国内にはなかったスタジアムを中心とした街づくりを目指すとして、ジャパネットが昨年9月、海外視察をされた折、ジャパネットと市がスタジアム、今後スタジアム事業を進めていく上で、お互いに同等の情報や知識を共有しておくことが重要と考え、市は市の職員を派遣をいたしております。その後も情報交換を密にされていると伺っております。昨年12月に新しいスタジアムパースが示されましたが、ジャパネットホールディングスの大型、多機能型複合施設の内容について、現在、仕入れる限りの情報をお示しいただきたい。以上、本段からの質問とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。市長、おはようございます。創成自民吉原隆議員の質問にお答えします。まず2点目の観光行政についての括弧1、スポーツツーリズムによる活性化についてお答えします。長崎市の外国人観光客誘致の取り組みについて、これまでは長崎空港または福岡空港に直行便が就航しているアジアの国や地域の中で、訪日旅行市場の成熟度やニーズを踏まえまして、主に韓国、台湾などアジアをターゲットとして実施をしてきました。今後は滞在時間が長い欧州、豪州に対しても誘客に取り組むこととしています。議員ご指摘のとおり、ラグビーワールドカップは夏季オリンピック、サッカーの FIFA ワールドカップと並ぶ世界三大スポーツイベントに数えられ、今年の9月20日から11月2日まで開催される日本大会は、九州では熊本、福岡、大分の3カ所が試合会場となっており、欧州、豪州から観光客を誘客する絶好の機会であると考えています。長崎市ではこの機会を捉え、九州各県と連携した広域的な取り組みや、長崎市独自での誘客を図ることにしています。具体的に、九州各県と連携したプロモーションとしましては、九州の祭りをアピールすることで、外国人観光客の誘客、周遊促進とリピーター化を目指すことを目的とする、祭りアイランド九州に、長崎ランタンフェスティバルの参加を予定しており、観光ブースの出展と合わせ、ランタンフェスティバルの魅力を来場者に直接伝えることにしています。また周遊促進の取り組みについては、ラグビーワールドカップ期間中に開催する九州山口地域の祭りイベントが一体となり、国内外へ向けて周遊型の観光プロモーションを実施して広域で誘客を図ることにしています。長崎市では期間中に開催される長崎くんちを取り上げ、九州各地で同時期に開催される祭りやイベントと連携して誘客に取り組んでいきます。その他、長崎市独自の取り組みについては、九州の試合開催地における観光 PR ブースの設置やデジタルプロモーションの展開、メディアや航空会社等と連携した事業に取り組むこととしており、ラグビーワールドカップを契機とした効果的な誘客を図っていきたいと考えています。ラグビーワールドカップは有望な市場である欧州、豪州から観光客を誘客する絶好の機会ですので、本大会を契機に長崎市版 DMO を中心として関係機関との一層の連携を図り、外国人観光客の誘致拡大やリピーターの獲得に向けた取り組みを推進してまいります。
またスポーツツーリズムを今後市の活性策として定着させていくためには、市内にそれにつながる施設があることが重要だと考えています。このような中、ジャパネットホールディングスグループによってスタジアムを中心としたまちづくりの検討が進められており、長崎市としても地域の活性化につながるものと期待をしています。ジャパネット側では検討にあたり、日本一と誇れるスタジアムにし、長崎がこれまで以上に元気で魅力的な街になるよう取り組まれており、その内容は昨年9月のサッカーの本場である欧州視察、ヨーロッパ視察を生かし、観客席とピッチが近い臨場感のあるスタジアムや、飲食を楽しみながら試合を観戦するといった今までにない楽しみをもたらす施設にしたいとの話を伺っています。昨年12月には構想の中間報告がなされており、サッカースタジアムやホテル、マンション、オフィス、マーケットなどで構成される施設の新たなレイアウトが示されたところです。現段階はあくまでも途中段階であり、今後さらに検討が進むにつれて具体的な内容が明らかになっていくものと考えていますので、長崎市としてもより良い施設となるよう引き続き連携を図っていきたいと考えています。以上、本内からの答弁といたします。まちづくり部長。ご質問の1点目、まちづくり行政についての括弧の1、松貝国際観光船不当の通バス化についてお答えいたします。外国クルーズ客船の寄港拡大による訪日外国人の増加を図るため、平成26年の国の交通政策審議会において、松貝国際観光船不当の通バス化を盛り込んだ長崎港港湾計画が承認されております。さらに先ほど議員からもご紹介がありました、国が平成28年に策定した明日の日本を支える観光ビジョンにおきましては、2020年のクルーズ客船による訪日観光客数の目標が500万人と示されております。このような中で、東アジアクルーズ市場は大きく拡大し、長崎港の地理的な優位性もあって、平成30年の長崎港へのクルーズ客船の入港数は、前年に比べ多少減少したものの、全国3位の220隻となっており、平成29年に引き続き一部の寄港を断らざるを得ない状況となっております。さらに近年、客船自体も大型化してきていることから、通バス化の実現が急務というふうに考えております。そのため、市議会の皆様をはじめ、県や経済団体などと一体となり、国に対して早期事業化について要望を行ってきたところでございますが、国からは通バス化に先立ち、既存施設の有効活用が求められております。そこでまずは国の直轄事業により、同埠頭の岸壁改良工事が昨年完了し、15万トン級の船がより安全に停泊できる環境が整いました。現在は出島岸壁の利用回数を増やすため、同岸壁に係留している海上保安部巡視船艇の移転先の整備工事や、20万トン級以上のクルーズ船が停泊できる小涌谷柳地区の岸壁整備などを進めているところでございます。さらに平成29年度からは、長崎県と合同で通バース化後の廃護地の整備構想の策定に取り組んでおります。合わせて国に対する要望活動も継続しており、昨年8月には市議会と合同で、また同年12月には経済界と合同で要望を行ったところでございます。また同じく昨年8月には、県市、経済団体などで構成する長崎港クルーズ研究会を設置し、クルーズ客船寄港による経済効果の拡大に向けた調査研究及び国への要望活動を実施しております。松貝国際観光船不当の通バース化は、将来の長崎市にとって大変重要な事業でありますので、引き続き長崎県や関係団体と連携して、早期事業化に向け取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。35番、吉原隆議員。一通りご答弁いただいてありがとうございます。いくつかお尋ねしたいことがありますので、再質問をさせていただきたいと思います。まず、通バス化についてでございますが、まずご答弁によりますと、クルーズ増対策として、国からはまず既存施設の有効活用が求められており、
出島岸壁機の利用回数を増やす取り組みや、小倉松田地区の岸壁利用を進めているとのことでございますが、出島岸壁はですね、2隻同時に入港があってですね、しかも7万トン級以下のクルーズ船しか係留できないという状況でございますが、最近ね、クルーズ船が大型化しとるんですよね。まあ、ちなみにですね、2010年、平均 4.8 万トンだったのがですね、平均がですね、23年にはですね、平均 6.3 万トンとなり、そして2018年、平成30年度はですね、11.3 万トンです。ほとんどね、10万トン以上の船が寄港しているということになります。であるならね、もうね、出島岸壁はね、用を足さないということですよね。それから、小倉ふ頭につきましてはですね、まあ、ここはもともとクルーズ船が来るような施設ではなくてですね、県内唯一のですね、国際観光、国際コンテナふ頭、貨物船対応のですね、港でありまして、しかもワンバースしかできないという状況、しかもですね、普段は貨物船の日常に使われておりまして、まあ、日曜日に限定した、しかも、まあ、女神大橋を通れない22万トン級の船しかですね、受け入れられないという状況でですね、いずれもですね、これはね、出島にしても小倉柳島にしてもですね、この利用ではね、こと足りないというのがね、現状だと思うんですね。そしてまた先ほどご答弁にですね、一部の寄港を断ったというご答弁でございますが、私が調べたですね、2018年の昨年の12月末現在のですね、県が集計したところによりますと、2016年、予約がですね、予約というか問い合わせが259席、それに対して寄港したのが197席、お断りが62席、そして2017年度はですね、予約が568席、予約という問い合わせがですね、それに対して寄港したのが267席、お断りが301席、1席ですね。2018年はですね、予約というか問い合わせが662席、寄港が220、実に倍以上、442席はね、断ってるんですよ。これでね、一部の寄港を断ったなんてね、どこからそういう答弁が出るんですか。私は誰もがね、このオファーに対してですね、実際に対応できてないというのは、もう長崎港にとってはね、もったいないと、誰もが思うと思いますよ。どうですかね、皆さん。でしょ、拍手があっていいよ。またですね、まあ、寄港数のですね、今後の可能性についてですね、県が2018年の5月にね、いわゆるクルーズ船会社ですね、にヒアリングを行っております。それによりますとですね、まあ、これは上海クルーズ経済研究所の見解としてですね、今後、中国マーケットは年 10% 以上の成長をすると、クルーズ客ですね。で、2030年には中国からのクルーズ人口は1000万人になるだろう。そして船会社、いわゆる船社、すなわち運航船会社はですね、成長を見込んでですね、各社が新造船を投入を予定し、まあ、会社によりますとですね、長崎港をですね、重要視しており、寄港数を減らさないと、この中国の関係船会社は述べていると、これ、県がヒアリングした結果ですよね。で、
もしですね、この通話通貨が実現すれば、まあ、すぐはできないでしょうけれども、2020年度後半に実現するとすればですね、長崎港への寄港は年440回以上増えになってですね、140万人のインバウンドが期待されると、まあ、そういう試算を県はいたしておるんですよね。その辺もね、ちょっとね、やっぱし、真剣にね、市としてね、考えなければいけないと思うんですよね。また、本段でも、申し述べましたが、長崎がね、クルーズ船の寄港地として選べる主な理由としてですね、東アジアの各都市に近いという地理的条件がございます。これは皆さんご存知のようにですね、長崎釜山間は約380キロ、一泊の航海で到着をいたします。また長崎上海間はですね、まあ、上海航路昔ありましたが、約800キロで1日の航海で到着するんですね。こういう利便性がですね、中国あるいは東アジアの皆さんにですね、非常に、九州がクルーズ船の寄港地として希望されている、特に長崎がその中で多く利用されているということではないかと思います。また港についてもですね、こういう評価がされております。三方を山に囲まれたすり鉢状の地形で港内が静かで穏やかだと。それから利便性についてはですね、港が市街地に近いと、しかもまた観光地にも近い、観光地が豊かであると。それからターミナルから中心市街地まで徒歩圏内だと。またターミナルから徒歩2分程度で非常に利便性の高い路面電車の電停があるとかですね。また路面電車については、路面電車沿いにですね、多くの観光地が点在し、乗客が観光しやすい。よかことばっかりですよね。いわゆるそういう意味でですね、長崎港は、まあ、他のどの港に比べてもですね、市街地型寄港地として最適と言えるという、そういう評価がされております。これですね、やっぱし今後長崎の港のですね、やっぱり大きな売りになるんではないかなと思っているところでございます。まあ、説明はそのくらいにしてですね、これから質問に入りたいと思いますが、まあ、国からですね、これまで通話スカについてですね、この事業実施にあたりまして解決すべきいくつかの課題が示されていると伺っております。その課題についてですね、内容と解決の見通しはいかがなものかとお尋ねしたいと思います。まちづくり部長、再質問にお答えいたします。まあ、国からの通話スカの事業化にあたり課題とされていることにつきましてですが、まあ、県によりますと、その通話スカの事業化に向けての課題としましては、一つは先ほどもお話ししましたけれども、既存の出島岸壁の有効活用を図ること、もう一つは長崎港内の航行の安全ルールを策定することということが挙げられているとお聞きしております。このうち出島岸壁の有効活用につきましては、先ほども答弁いたしましたが、現在同岸壁などに係留している海上保安部の巡視船艇の専用岸壁を琴平地区の方に整備をしているという状況でございます。これにつきましては、平成31年度中には出島岸壁の方を、クルーズの客船に特化した受け入れ環境とすることができるというふうに予定が進んでいると聞いております。また港内航行の安全ルールの策定につきましては、平成26年度に港内利用の関係者、海上保安部関係行政機関による長崎港港内利用調整協議会を設置され、港内航行の安全対策について協議を重ね、平成29年10月には安全対策基準が策定されたというところでございます。以上のことから、事業化に向けての課題につきましては一定の見通しがついているものと考えております。以上でございます。35番吉原隆議員。まあ、今乱高無かですね、通話しかの条件に向けてですね、
課題解決の見通しが立っているというご答弁でしたが、この国の直轄事業、先ほど申し上げましたが、この直轄事業はね、岸壁部分だけなんですよね。でこのツーバース化をしようとすればですね、ゾーンとしてですね、国土499号線と岸壁の間、の部分とですね、長崎バスの立体駐車場からですね、先のルート奥の方に行ってマクドナルドまでですね、先ほど私は730メートルと申し上げましたが、このゾーンがね対象になると思うんですよね。そうなった場合ですね、いわゆるこの県市がですね、配合地、いわゆるこの今言ったゾーンの配合地のまちづくり構想の策定についてですね、一定の方向性を示さないと、岸壁だけができてね、あとを手つかずでやったらね、何のための国の直轄事業かということになると思うんですが、そのあたりについてもね、私は言及があったんじゃないかなと思うんですよね。特に、この構想を実現するためのですね、大きな課題はね、私は今先ほど何回も申し上げますが、国の直轄事業が岸壁に耐えるとするならばですね、造船所などのね、移転対象者の協力がね、欠かせないと思うんですが、その点についてはどうですか。まちづくり部長。再質問にお答えいたします。ご指摘のとおり、ツーバース化で、岸壁を整備するとなったときには、現在、そこに損しております、造船所であるとか、企業であるとか、そういったものにつきましては、移転等の協力をいただくということになると思います。それにつきましては、県と市が共同で、この計画の内容であるとか、そういったものをご説明する中でですね、まずは事業計画の内容にご理解いただくことに努めて、また将来、どのようなふうな皆様方の関わりが出てくるかということについても事前にお話をしてですね、周知に努めている状況でございます。以上でございます。35番吉原隆議員。これは民間事業者のことですが、しかし先ほど言いますようにね、岸壁が直轄事業ということあるならね、これをやるにはね、やっぱり造船所というのがね、非常に大きなウエイトを占めてくると思うんですよね。だからこの点についてはですね、いろいろな情報もございますが、協力を得るようなですね、努力を早くですね、やっていただきたいということも、要望にしておきましょうかね。それからですね、先ほど利便性の問題の中でですね、路面電車の有効活用の話がございましたが、これは利便性が高く評価されてますよね。で私はツーバース化が実現すると同時にですね、路面電車の延伸などいわゆる交通結節機能を図る必要があると思うんですが、その点についてはどうですか。まちづくり部長。再質問のお答えいたします。ツーバス化により、お客様がたくさんいらっしゃる、駅のところの整備もそうですけれども、私どもとしましては、陸の玄関口、海の玄関口という位置づけで、そこからいかにお客様を速やかに街中であるとか、次の観光地に導くかといったところが、その後、非常に大きな役割になってくると考えております。そのために今ご指摘いただきました、二次交通としての手段を充実させる必要があると思っております。一つには今ご提案がありました路面電車もそうでございましょうし、今は常盤のところにありますバス駐車場、これが結構距離が離れているということもありますので、そういったものも足元に置くということも考えないといけない。そういったことにつきまして、二次交通の強化に向けましては、その可能性につきまして県や事業者とも今協議を進めているところでございますので、ツーバス化が完成した暁にはですね、その辺のお客様の誘導ということもスムーズできるような方向が一緒に見通しがついていくように今後も努力してまいりたいと考えております。以上でございます。35番吉原隆議員。この問題もですね、同時進行でねやっていただかないと、せっかくできたわ、さあそれからどうしようかということではね、せっかくお見えになるインバウンドを皆さん方にですね、不便を被るということになるので、この点もですね、ツーバース化進行と同時進行でですね、
ぜひ実現をしていただきたいと思います。また先ほど私は、クルーズ船入港が結局オファーに対して実際に入港している数というのがですね少ないといったことについてですね、これはね経済効果は非常にね、マイナス面が大きいと思うんですが、どうなんですかね、長崎港におけるクルーズ船飛行に伴うですね、まあ、いろんな経済効果があると思うんですが、よく挙げられているのは貸切バス需要、それから観光施設入園者数、それから外貨決済取扱い高、まあ、他にもあると思うんですが、まあ、そういうふうなボロボロのですね経済効果が上がっていると伺っているんですが、実態はどうなんですか。お尋ねします。文化観光部長。再質問にお答えいたします。議員ご指摘のクルーズ客船寄港に伴う経済効果としまして、今例がございました。まず長崎浜町商店街振興組合連合会におけます銀連カード、これの取扱い高につきましては、平成23年ここが約700万円に対しまして、平成29年は約2億8400万円というふうに、この6年間で約40倍の増加というふうになっております。また貸切バスの収入につきましては、長崎港近郊の主要バス3社の方から乗車を情報をもとに算出したところ、平成25年これが約1900万円に対し、平成29年は約3億5300万円と4年間で約 18.5 倍増加しております。またクルーズ船の乗客のグラバー園における入園料の収入につきましては、平成23年の約1400万円に対しまして、平成29年は約5900万円というふうに、6年間で約4倍増加しているところであり、年々クルーズ船寄港に伴う効果が上がってきているものというふうに考えております。以上でございます。35番吉原隆議員。高官の、オファーを断っているということで、その損失はいかに大きいかということをご理解いただけると思うわけでございますが、まあ、これ、要望に出しておきますが、まあ、今、ご報告がありましたように、一定の経済効果が上がっているという認識を持ちますが、まあ、しかし旅行形態によってですね、団体ビザで来られる方々は、なかなか、長崎にですね、消費がされていないという、まあ、そういうこともありますが、まあ、これは今後改善をしていただく必要があると思うんですが、まあ、今のご答弁いただいてですね、私はこのクルーズ客を街中にどう誘導して、そして商店街での消費をどう増やしていくかということが大きな課題の一つではないかなと思いますので、その点についてですね今後お考えをいただきたいということと、今後ですね、まあ、ルール観光施設観光資源があるというお話を申し上げましたが、やはりまだこれ以上にですね魅力ある観光スポットの開発も私は必要ではないかなと思います。例えば県庁跡地のですね整備を早くしてですね観光客にも楽しんでいただけるような施設にしてほしいと思いますし、私は前の質問でも申し上げましたが、国知事料館、これをねやはり街中に移設することによってですね、また違ったですね魅力ある環境スポットとなる可能性もありますし、またこれも現在いろいろ上質なホテルの建設等も進んでおりますが、上質ホテルをですね、作って長崎のですね、観光地としてのですねグレードを上げる、そういう努力もね今後必要じゃないかと思っておりますし、まあ、長崎の食べ物は非常においしくて新鮮だということですので、なお一層ですね、鮮度の高い品質の高い県産品のですね、開発提供についてもですねご努力をいただきたいということをですね、要望として申し上げておきたいと思います。次にですね、先日ですが石井国交大臣が長崎にお見えになってですね現地を視察されました。で、松ヶ谷埠頭に大型船が2隻同時に着岸可能ないわゆるツーバース艦について
地域を挙げて計画をしており非常に強い取り組みを実感をした、地域事業化について検討をしたいと、そういう前向きな姿勢を示されました。また大臣はですね、また、長崎港の強みを感じた、港と市街地の中心部が非常に近く、クルーズ船が来て、で来た方が世界遺産をはじめ観光資源にアクセスできるメリットがあると評価されですね、新聞記事によりますと、その時同行した本県関係者からですね、2019年度政府予算にツーバース化に向けた調査費などが盛り込まれる可能性が高まったと、そういう期待感が示されたということでありますが、私はこの調査費がつけばですね、このツーバース化は一気に加速的にですね、実現の可能性が高まってくるんじゃないかなと、そう思っているわけでございますが、その時、この視察に立ち会われた市長にですね、その時の感触をお尋ねしたいと思います。市長。石原隆議員の、再質問にお答えいたします。市内ツーバースの現場だけではなくて、さまざまな箇所を石井国交大臣にはご視察いただきました。その中で最後に松ヶ谷ふ頭をご覧いただいて、そして記者会見のような形になったわけですけれども、その中で先ほど石原議員からお話があったような内容の大臣からの見解が示されました。今ちょうど予算編成の真っ最中ということで、言えることにちょっと限りがあるということもおっしゃってましたけれども、その中では最大限非常に前向きな回答がいただけたというふうに思っています。調査費の可能性の話もありましたけれども、私もそう思いますし、来年度からそういう調査費を、予算つけていただくことで、この事業について第一歩が踏み出せるのではないかというふうに大きな期待を持っております。長崎港については、来年再来年がちょうど開港から450年という年を迎えて、そしてこの450年間、人を迎えながら発展してきた町でもありますので、そういう意味で海の玄関口の整備は非常に今後長崎が、そうやって交流人口を増やしながら発展していくためには非常に大事な場所で、これがこの450年の時期を機にですね、スタートできるとなれば、これは非常に大きな長崎の町の歴史にとっても大きな前進ですので、先ほど議員からお話があっておりますように、松ヶ谷ふ頭のツーバース化に向けては全力を傾けて取り組んでいきたいというふうに思います。35番吉原隆議員。市長からですね、熱意を込めたご答弁をいただきましたが、私はね、先ほど申し上げましたように調査計上はね、欠かせないと思うんですよね。しかもそれがですね、本予算が通れば、衆議院が通ればですね、31日に自然成立をするということですので、一両日に通る可能性があるかどうか、非常にまだ今微妙な時期ですが、通ったらですね、3月下旬ぐらいまでにね、一定の方向性が、出る可能性もあると思うんですよね。それに向けてね、やはりこう少しこうプッシュをすることが必要じゃないかなと思うんですが、これまで県や経済界と一緒にですね、やっていくということが中心であったと思うんですが、これからはね、県市連携と言いつつもですね、これ長崎市にあるわけですが、しかもこの前ルール申し上げたように、長崎市にこのツーバース化というのは大きなメリットがあるわけですから、長崎の首長としてね、やはりね、熱意を持って熱心にですね、要望活動する必要が、私は単独でもね、やる必要があると思うんですよね。だから先ほど市長からもお話がありましたが、来年がですね、長崎港はポルトガルの方が船が入港してですね、これは長崎港1571年に参っておりますが、入港して450年になるという記念すべき年であります。この時ね、このツーバース化がね、一本も日本も前進したということになればね、非常に話題性の大きいビッグニュースになるんじゃないかなと、私はそう思っているところでございます。市長、あなたの知名度は高いんですよ。全国でね、知事の名前知らんでもね、長崎市長の名前はね、知ってる人多いんですよね。それは原爆、平和で、いろいろみたいに、あなたはいつもマスコミを逃がすから、
だからそれその知名度をね、この回ね、今回ね、発揮すべきですよ。ね。で、なんて言いますかね、地元国会議員にもですね、要請をしたら、もうできるだけもう 前例を、前進を注いでね、協力するよという確約もいただいておりますので、上京したのには同行してもらってですね、プッシュして、サポートしてもらってですね、やることもできると思うんですよね。どうですか。単独でも行ってね、まあ、上京する機会があれば必ず行くというぐらいの熱意を示してもらいたいんですが、いかがです。市長。白田隆議員の再質問にお答えいたします。この通バス化に関しては、長崎市政の、特に国交省関係で言いますか、都市整備の関係で言いますと、非常に優先順位の高いところに位置づけておりますので、そういう意味ではこれまでも、これからの話だけではなくて、これまでも機会を捉えて、単独でもさまざまなお話、ご要望させていただいたりしてきております。そういう意味では、今、大事な時を迎えておりますので、これまで以上に熱意を持って、要望活動も続けたい、単独でも行いたいと思いますし、機会を見て、いろんな折にこの話、国に対して働きかけをしながら、実現をさせていきたいというふうに考えております。以上です。はい、35番吉原隆議員。何度も熱い決意を述べていただいてありがとうございます。強い期待感を持っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。次にですね、私はこれまでルルー、このツーバースカーについてお話を申し上げてきましたが、このクルーズ船のね、機構、それからクルーズ船の今後の長崎市における存在というのが、ね、非常に大きなウエイトを占めると思うんですよね。で、このクルーズ船の機構によって経済活性化、あるいは雇用の拡大を図るためにですね、私はこのツーバースカーを含めてですね、長崎への誘客、あるいは消費拡大、旅客動向、経済効果と、またデータ分析とかですね、クルーズ受け入れ機構機能の、あるいは配合地の開発、交通混雑緩和等々ですね、これらを事業をやるとするとですね、いろんな部署に服装してくるんですよね。したがってですね、できたらこの町内にクルーズに、クルーズに特化したですね、担当部署としてですね、町内に、例えばクルーズ振興室、あるいはクルーズ対策室をね、創設して、これら諸問題に対応する町内の組織は私は必要じゃないかと思うんですが、今後ですね、この体制づくりにですね、真剣に取り組んでいただくことが必要じゃないかと思いますが、これはもう要望にしておきますかね。今後ですね、改選後、しかもツーバースカー調査員がついた暁にはですね、一気に進む可能性があるということでですね、検討課題として、募集を述べておきますので、よろしくお願いしたいと思います。以上で、ツーバースカーについては終わりたいと思います。次にですね、スポーツツーリズムについてですが、もう時間があまりないんですが、ジャパネットホールディングスのスタジアムについてですね、市長からご答弁がありましたが、私はね、本段で申し上げましたが、この構想はですね、スタジアムを中心とした多機能型のいわゆる施設構想、いわゆるスタジアムを中心とした新しい街づくりを具現化する先進的な取り組みだと、そう認識をいたしております。そういう意味でですね、本段でもご答弁にもありましたが、長崎の地域経済に好影響を与えることを大きな期待を持っておりますが、通常ですよ、各地もそうですが、こうスポーツに使う大型施設というものはですね、建設にももちろんですが、維持費がかさんでですね、実際のですね、財政を圧迫する要因となるのがほとんどなんですね。それをですよ、ジャパネットさんが今日ダイナミックにですね、500億も投資をしてですよ、そしてリスクを背負いながら
実施をしていこうという強い熱意を持って現在進行されております。これはね、私は一市民としてですね、ジャパネットさんにね、これから感謝を申し上げたいと思いますよ。市長、あなたはもっともっと感謝すべきですよね。まあ、そういう意味で市はね、全面的にジャパネットの計画に協力してほしいと思いますが、まあ、市のお考えである程度お伺いしましたので、まあ、重ねて何かあれば、ご答弁いただきたいんですが、それにつけてもですね、スタジアムの整備にあたってですね、長崎駅や浦上駅からの歩行者動線とかですよ、安全確保などについてですね、私は、全面的にですね、協力すべきだと思うんですが、その点についてですね、先ほど申し上げましたが、もう市とジャパネットの間でですね、緊密な連携を取られていると思うんですが、そのあたりの取り組みはどのようにされているかお尋ねしたいと思います。まちづくり部政策課。再質問にお答えいたします。議員ご指摘のようにですね、この、 ジャパネットホールディングスによる計画運用につきましては、まあ、交流人口の増加だったり、まあ、雇用の場と、まあ、市民の楽しみが新たに生まれるといったようなそういった場を創出することで、まあ、人口減少など長崎市の課題解決につながることが、まあ、期待されるものです。そのため、長崎市といたしましても、この事業が円滑に実施されるようで、まあ、十分な成果を上げていきますように、全庁的に支援をしてまいりたいというふうに考えております。またご指摘の、まあ、例えば長崎駅浦上駅からの歩行者での動線などにつきましては、まあ、多くの人が集まる場所が新たに生まれるということになりますので、円滑な車と人の交通の確保というのことが重要になってまいります。そのためジャパネットホールディングスグループと、まあ、市県でその検討に取り組んでいるところでございますが、車両につきましてはパーク&ライドや公共交通への転換といったたことを基本といたしまして、まあ交通量を抑制するということ、また、歩行者につきましては、まあ、安全なルートへの誘導ということを基本として、現在施設の出入り口の配置であったり、まあ、来場者が利用する交通手段の分析、まあ、それと合わせた、最適な誘導ルートの検討を、行っているところでございます。現状以上でございます。35番吉原隆議員。何度も申し上げますが、これは長崎市、このスポーツスタジアムはですね、長崎市にとってはですね、非常に将来展望を開ける事業だとそう思っておりますので、今ルール協力体制についてのご説明がありましたが、これぜひですね、連携を密にしてですね、十分なですね、体制を取って協力していただくことを要望しておきたいと思います。次にですね、スコットランドと長崎の関係についてお話をさせていただきますが、今回ラグビーワールドカップ世界大会に参加いたしますスコットランドにはですね、スコットランドはですね、日本の近代化に貢献したトーマス・グラバーが幼少期を過ごしたアバディーン市があり、本市は同市と友好市民友好都市を結んでおります。そういう意味で長崎の人はね、結構長崎とスコットランドの関係を知っておりますよね。でもスコットランドの人が長崎がそういう関係でちょっとこういろいろと親密な関係であるんだということ知っておられるのかなという気もいたしております。そういう意味でですね、今回のこのワールドカップにですね、スコットランドチームがお見えになるということはですね、スコットランドからチームの応援サポートに多くの方々が来日をされると思います。まあ、試合と試合の間に、ね、少し何日かあります。この何日かある間にですね、その、まあ、ヨーロッパの人たちは、ね、あちこち旅行されるんですね。それがスポーツツーリズムだと思うんですが、この期間を利用してですね、本市を訪ねていただくことも私は必要じゃないかと思うんですね。そして長崎をよく知っていただき、そしてスコットランドと長崎の認知度を高めていただいてですね、これから交流をどん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 深めていただくということが必要であるし、その最もいい機会がですね、今回のワールドラグビーワールドカップだと思うんですよね。したがって
プロモーションについてはですね、まだその全九州的な取り組みでちょっと長崎市としては弱い面があるんじゃないかという気がするんですが、やはり長崎独自としてね、もう時間があまりないんで、もうこれまで、あまりこうされてないみたいなんですが、もうこれからね、どうやってね、スコットランドからお見えになっているそのサポーターの方々に長崎の認知度を高めていただくかという、その努力をどうするかということが非常に大事だと思うんですが、その点について、お考えを示して。市民生活部長。再質問にお答えいたします。スコットランド代表チームのキャンプ実施の際には、歓迎レセプションの開催や観光施設の案内などできる限りのおもてなしで迎え入れたいと考えております。それからスコットランドから多数の観光客の方が見えられると思っておりますけど、そちらの方についてもおもてなしについてしっかりと長崎市民にスコットランドの代表チームがキャンプを実施すること、スコットランドと長崎のつながり、これまでの交流の経過などを周知することが大事だと考えております。多くの市民がスコットランドを身近なものと考え、応援の機運が高まることがおもてなしにつながるものと考えております。以上でございます。次は